日本千葉県市川市河野台河野台は千葉県市川市の地名。現行行政地名は河野台1丁目から河野台6丁目。郵便番号は272-0827 27。古くは河野台とも書かれ、下佐国府が置かれた。江戸川市川市北部に位置し、江戸川に沿った下佐台地の高台を中心とした地域である。かつては下嘘国区府が置かれ、 中世にも河野台城が置かれるなど歴史のある地域となっている。また、明治以降は大日本帝国陸軍の施設が置かれ、戦後は学校が数多く立地するなど学園都市の様相を呈している。地域の生誕を江戸川が流れ、山頂目地内で坂川が合流している。地域の中央を千葉県道1号市川松戸線が通る。また、昭和期の町帝整理以前の大座河野台は、 現在の河野台2.3丁目の大部分と4丁目のみであり、1.5丁目は大部分は、旧王あざ国部、4丁目の大部分は、旧王あざ市川である。1丁目に、河野台公園、市川市民体育館、国立国際医療研究センター、河野台病院、千葉商科大学、2丁目に、私立第一中学校、県立河野台高等学校、 つくば大学附属聴覚特別支援学校、東京医科歯科大学校の大キャンパス、和洋女子大学、3丁目に、里見公園、5丁目に、私立校の大小学校、6丁目に、科学療法研究所附属病院、式場病院がある。東は、中国分、国分、西は、江戸川を挟んで、東京都江戸川区北小岩、南は、市川、ママ、北は、北。 国部、松戸市栗山と接している。住宅地の地下は、2014年1月1日に公表された工事地下によれば、河野大後の四の十三の地点で15万6千円、平方メートルとなっている。歌川広重は、名所江戸百景の中で、里見公園付近の風景を描いている。同百景に登場する中では最も江戸から遠い場所の一つである。 この地に人が住み始めた歴史は非常に古く北部に旧石器時代の遺跡がある。また、弥生時代には隣接する市川島町区にまたがる規模の大きい観光集落があったことがわかっている。さらに古墳時代には法王塚古墳、民古古墳の2基の前方公園墳など、この大近辺に数十の古墳が築かれたと推定されている。 国府の中心施設である国庁の正確な位置は分かっていないが、1995年からの和洋女子大学キャンパス内の発掘調査等により、国画の周囲の溝と推測される跡が発見された。この発見により、河野大地区に国府があったことが考古学的にも確実視されるようになった。中世には、上杉氏の重臣、大田道館が仮陣を置き、弟の大田助ただらが、 河野大城を築いた。その後、千葉市の支配下に置かれるが、戦国時代に同志が衰退すると、里見氏、後北条氏などの介入が相次ぎ、二度にわたる河野大合戦の舞台となった。幕末、江戸城を明け渡した、大鳥慶助率いる旧幕振り区や、肘方都市蔵らの新選組が一旦当治に集結した後、北、関東、合津に向けて出発した。 明治時代に入ると、1874年、大学校を設置しようという計画ができて、用地も買収したが中止となった。1885年、東京に近接する。この地に、陸軍省が、陸軍共同団を設置した。1899年、共同団廃止後には引き続いて、野砲兵、第二旅団、1920年、同旅団に代わって野戦銃砲兵第三旅団を、 この地に配備し、終戦まで置かれた。その他、気砲兵大隊、公社砲連隊、独立公兵連隊などが置かれたことがある。また、1886年には、陸軍共同団病院が設置されたが、同病院は、後に、河野大陸軍英寿、英寿病院となり、さらに、河野大陸軍病院となった。第二次世界大戦後、陸軍が解体されると、陸軍病院は、 厚生省へ移管され、国立校の大病院となる。その後は、東京近郊の住宅地として、急速に宅地化が進んだ。陸軍の跡地は、現在では、東京医科歯科大学、千葉商科大学、和洋女子大学などのキャンパスや筑波大学、付属聴覚特別支援学校、公立高校としては、比較的有名な千葉県立校の大高等学校も、設置されて、 学園都市として発展している。また、河野大城市は、里見公園として整備されている。立領制の下で、下宇佐国の国府が設置されたことに由来する。ここでは、現在の河野台一丁目の六丁目に存在した小技を、現在の町長順に北から列挙する。河野台一丁目、河野台二丁目、河野台三丁目、河野台四丁目、河野台五丁目、河野台六丁目、河野台は、 東京から近い散策地としてもよく知られており、里見公園、純粋地緑地、江戸川堤、矢切の渡し等と結ぶと快適なウォーキングコースとなる。特に、江戸川に面した、ママへ連なる大地の斜面林は、市川市民だけでなく、川の対岸の東京都民からも愛されている。また、河野大北部には広範囲に雑木林が残されており、市民の働きかけにより、 市が保全に乗り出している。さらに、里見公園の下には、江戸川の堤防の改修によりできた、旧坂川跡の湿地が残されており、保存が検討されている。里見公園は、春の花見の名所、春秋の小学生や幼稚園児の遠足の場所、等として親しまれている。園内には、民古古墳の石棺、工房大師が開いたと伝えられる、羅漢の夷、河野大合戦の伝説を秘めた、 夜なき石、北原白州の急遽、紫タバコ社糖が残されている。また、この地区には、悪霊、悪液が村に侵入することを防ぐため、毎年1月17日に、村の四隅に藁で作った大きな蛇を飾る、辻切りという行事が残っている。この行事は、室町時代から伝わるもので、藁の蛇は4体、地区内の天間具で作られる。 辻切りは市川市指定向け民族文化財になっている。河野台2丁目の千葉県結成研究所跡地には1904年以前の建設と推定される旧陸軍の赤レンガ造りの倉庫が残っている。この建物は建築史上から価値のあるものとされ保存を求める市民運動が起こっている。2016年2月3日、この動きを踏まえて市川市長が県知事に 市民に解放できる施設として残してほしい。と要望を出した。さらに、精神病理学者、四季葉龍三ブローが創設した、精神神経科の病院で、バラ園があることで有名な四季城病院がある。同病院は、創世期のレーシングドライバーとして著名で、龍三ブローの追いにあたる四季馬総宗吉の実家でもある。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。隣接する市川山頂目に、京成電鉄本線河野台駅がある。駅名は、当時、河野台より取られた。千葉商科大学学者、国立国際医療研究センター、河野台病院作家の井上久志が河野台に、隣接する市川式北国分町に住んでいたため、その作品に河野台がしばしば登場する。 また、やはり作家の水上務が隣接する松戸市かや切りに住んだことがあり、里見公園東高の台が作品に描かれたことがある。また、里見公園の奥の樹林は、テレビドラマや映画、カラオケの映像などの撮影に用いられることが多い。当地でロケが行われた作品には以下のようなものがある。この他に使われた作品には次のようなものがある。ありがとうございます。